このまま弱火でじっくり煮ていきます。今回ですね、テンション上がってきたということで、さらに私のテンションを加速させるため、最高のおつまみを作っていきたいと思います。ささみで作るツナ風ですね。ツナって、基本的にマグロかカツオで作るんですよ、大体。ツナっていうのは、英語でマグロっていう意味なんですけども、それを非常に食感の似ているささみで作ろうっていうところなんですね。なんでささみで作るかっていうと、マグロもカツオも売ってるのって高いんですよ。ささみの方が安いんですね。そこがいいっていうのと、マグロとかでは出せない食感と旨味っていうのが、ささみにはあるんですね。このささみの美味しさを激推ししたい、ということでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね、マジでシンプルです。ささみ、3本大体 200g ぐらいと、ニンニク今回3かけ使います。あと鷹の爪と塩、味の素、黒胡椒のみです。つまみとして作るんだったらそのまま食べていただいてもいいし、意外とね、ご飯とかパンとかともあったりするんで、まあ、そういう食べ方もしていったらいいかなっていうふうに思いますね。じゃあやっていきたいと思います。で、皆さん、ツナの作り方って知ってますか？油で食材を煮ていくっていう、油で煮込んでいくのが大事なんですね。煮ていく前に牛脂を煮込んでいきたいと思います。僕の話がないとこのチャンネルであんま見てもらえないので、いただきます。あー、で、こうやってどんどん弱火でね、はい、じゃあやっていきたいと思います。ニンニクを、潰していきます。ツナの場合はね、これ潰して芯取るだけでいいです。こうやって、で、それを3つやっていきます。ニンニクはね、香りをつけるのが非常に重要なので、苦手な方はね、入れないでももちろんいいんだけど、入れた方が僕はいいと思うな。これはこれでもうニンニクの下処理終了です。で、ささみなんですけども、これ一番重要ですよ。ささみの分量の 1% の塩を振ってください。ささみね、 100g なんですよ。これ小さじ1杯の塩っていうのが大体 6g ぐらいなんですよ。なんで小さじ3分の1の塩を振っていきます。これなんで 1% かっていうと、 1% ぐらいのね、味付けがね、一番ね、丸ごと煮込む系の料理はね、すごく美味しいんですよ。これをまとわせることによって、いい塩梅のお塩の味がつきますし、ささみのね、もちろんこれよりちょっと濃くても美味しいは美味しいんですけども、後でね、味がつけらんなくなっちゃうんで、 1% ぐらいの塩がいいかなって思います。そんな感じでやっていきたいと思います。はい、ここはもうお好みなんですけども、僕はうまみ調味料味の素1、2、3、4振りします。はい、これなんでかっていうと、ささみの旨味っていうのはイノシン酸って言われてるんですね。で、ここに、味の素グルタミン酸が入ることによって、このささみ自体の旨味が爆発します。そしてここに胡椒なんですけど、これ好みなんですけど、僕はね、胡椒ジャンキーなんで、思ってる、3倍の胡椒をね、振っていきます。これで下処理。じゃあ実際に煮ていきます。じゃあまずですね、この小鍋にオリーブオイル注ぎます。だいたい鍋底1センチあるかないかぐらいで大丈夫、これぐらいかな。で、ここに、ニンニク入れます。はい、で、火にかけます。最初は、ちょっと強い火でやっていくんですけども、プクプクしてきたら弱火にしちゃって平気です。で、そこでささみ、この状態で入れちゃいます。で、小さい鍋でやるとこんな感じで浸かりますからね、全体的に。はい、やるときは小さい鍋か小さいフライパン、どちらかでやってください。ここで鷹の爪ですね。これもお好みです。僕は唐辛子の香りと辛みがついたツナが好きなんで、これはここで入れていきます。で、こっからはもう弱火で結構です。あんまりね、強火で火を入れちゃうとすぐね、硬くなっちゃうんですよね。で、じっくり火を入れていきます。この感じめちゃくちゃ美味しそうでしょ。ある程度火が通ったら、こうやってひっくり返してくださいね。はい、こんな感じで、この状態で弱火で、まあ、5分、5、6分ちょっと、火を通していきます。で、このまま弱火でじっくり煮ます。あれから、まあ、4、5分油で煮たのがこちらです。なんかこれだけで完成なんですね。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。そしたらですね、このささみを容器に移します。で、油ももう一緒にね、油ごと保存すると
油の代わりどん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 ついてきますんで、この感じね。まあこれでちょっと粗熱が取れたら冷蔵保存をしておくと結構これ持ちます。でちゃんとあのささみね、火が通ったかどうかはこうささみ触って弾力がちゃんとあるっていうのをあの感じてくださいね。まあ今回はね香草とか使ってないんですけど、バジルとかオレガノとか、最初に黒胡椒と一緒にこのささみに振っても美味しいんで、そういうのがある方はそういう風に味付けね、変えてみてください。ささみの完成でございます。はい、じゃあですね、いただきます。絶対うまいじゃん。旨味たっぷりのオリーブオイル絡ませながら、これね、このまま食べるのも美味しいんですけども、塩分がね少し足んなかったりする場合もあるので、横に塩持っといてください。お醤油とかでも美味しいです。まずはもうこのまま、じゃあいただきます。おまじだ、めっちゃくちゃうまい。ガーリックオイルのね風味がすごくついて本当に美味しい。味が染みてます。美味しい。このまま食べるのももちろん美味しいですけど、焼いた食パン、これにツナ乗っけてガーリックオイルボイル出して、ささみツナを乗っけて、これでかぶりつく。家常備しといた方がいいっすよ、マジうまいから。火を一回通しちゃえば冷蔵庫で結構持ちますからね、5日ぐらいは持つと思います。鶏の旨味が染み込んだガーリックオイルもね絶品なんですよ。うん、ご飯にこれドカッと乗っけて、オリーブオイル流して醤油かけて、骨切りドサッと乗せて丼にして食べる、ささみツナ丼、やばいっすよ。これはね、食っといた方がいいわ。ぜひそこで乾杯。はい、乾杯。いただきます。いただきます。うん、うまい。うん、うまいっしょ。うまい。うん、いや、うまいっすね、これ。食感的にかなりツナを彷彿させるけど、冷めてる。もうこれで売った方がいいっす。やば。これやばい。めちゃくちゃうまい。これはね、最高なんですよ。一生食えますよ、こんな。でね、安いの。丼もやばいから、一回使っちゃえば、薄く切ってサンドイッチにしてね、やってもいいし、何にでも使えるから、これね、絶対合うよ。これなんか、バルとかで出てきたら、めっちゃウケると思うんだよね。めちゃくちゃ、いや、お通しくらいで出ても全然いいと思う。あ、お通しこれいいね。ということで、オイルマッサージ、次回ご期待ください。調理部分の食ほとんどないの。これめちゃめちゃいいですね。これはね、マジで実用的だから、で、安いから絶対と、まあ、オイルマスター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 で、すぐ、それはすぐ打ち切りになるまあ、アニメにしたら打ち切り。俺たちの戦いはこれからの終わるやつやラストまでいかない